明日26日放送のテレビ大阪フィッシングデイズ、毎週土曜前6時50分は同局のウーデンジェニファーリサアナウンサーが釣りガールチーこと横谷町穂とともに淡路島で釣りありご当地グルメありの旅を繰り広げる。ウーデンアナは同番組3度目の登場で鳩祭りに初挑戦する。過去2回は船釣りでキャスティングに苦戦。洲本エリア川口付近ではレッス聖谷エリアの堤防でも当たりはなしで釣った魚を食べる。はずのバーベキューは地元産の玉ねぎで空腹を満たす。